唇とは、哺乳類の口の周りにある器官である。解剖学的には、更新という。一頭部の唇一唇は、口の上下に一つずつあるひだで、区別する場合には、上唇、下唇という。柔らかく内部の筋肉によって自由に動くことができる。多くの哺乳類ではその縁は、次第に薄くなるが、人の場合はこのひだの内側が外側にめくれ出て、 分厚くなっていることが大きな特徴である。この部分は薄い皮に覆われて血流が透けて見えるため赤く見え、だ全体ではなくここだけを特に唇と呼ぶこともある。どちらの唇も中央が幅広く両端に向かって細くなるからそれが上下合わせられた形は全体としてはほぼこの歯型であるが上唇より下唇の方がやや幅広く上唇の中央が 少しくぼむので、左右不対称に歪んだこの歯型となる。この人特有の唇は、高校の外にあるが、解剖学的には外胚溶性の皮膚ではなく、内胚溶性である。類人猿においては、人のような粘膜が外に現れた唇はなく、皮膚の部分のみしかない。しかし、内側の粘膜を自らめくって、表に表す行動が見られる。口紅による、装飾だ全体を指す。 唇の方は随意的にある、程度自由に動かすことができ、飲食の際に口から食物が出ないようにする役割を持つ。人の場合、発声の際にこれを調節し、口笛などはこの部分で発音する。また、表情の形成に重要な役割を果たす。唇のように色を塗って、これを装飾することや、穴を開けるなどの方法でこれを強調する方法が、 様々な民族で見られる。他方、人の性行為において、唇の接触は重要な意味を持つ。唇同士の接触はキスと呼ばれる。また、唇による他の部位への愛部も様々に行われる。一説によれば、人に独特のめくれた赤い唇は女性性器の模倣である。例えば性的に興奮すると腫れぼったくなったり、 その表面が濡れて光るのを色っぽいと感じるあたりに、その可能性が感じられる。ただし、男性においても見られることから女性器の模倣とする、説の根拠は薄い、また赤くめくれた唇は、人独自ではなく、菌子光などの猿にも見られる特徴であるが、これらでは主にオスの方に発達する。唇の上兵を、キューピッツバウと呼ぶ、接触動物の後期は、 主として付属詞に由来する構造からなり、そのため左右の体を成す構造からなるが、これに口の前後に配置して前後方向に動く構造が加わる場合があり、これに唇の名が与えられる例がある。口の前にあるものを上唇、後ろにあるものを下唇といい、これらは互いに異なった由来を持つ。ありがとうございます。